うん、おいしい。ピンをチョスってしたやつ。ピンチョス。いいじゃん。すごい。いいじゃん。はい、じゃあ、じゃあ。あ、マットケースね。なんかちょっとパーティーチック。パーティーチック。感じで。飲み物も豊富な感じになります。しびれ神社。マルゲリータかな。だって人気ナンバーワンやもん。え、そういうのにする？そういうのってやってみる？やってみる？え、でミートソースのやつもめっちゃ美味しそうだから。秋。あ、いいね。どうする？秋ならまあ秋っぽい感じ。じゃあ、うん、秋ナスのミートソースピッツァを食べちゃいましょう。はい、ありがたい。旅にお疲れ様です。注文しますか。いや、そうだね。いや、お酒久しぶりに飲んだな。あ、そうなん。え、どうしよう。いや、私ピンチョス食べたい。じゃあそうしましょう。じゃあピンチョスを。はい、かしこまりました。お願いします。はい。ぐらいで。はい。はい、できました。お願いします。はい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。めっちゃ美味しそう。美味しそう。さっき下に釜があったから。あ、そうだね、焼き釜の。焼いてんだと思う。ちょっとピンチョス。はい、いいですよ。ピンをチョスってしたやつ。ピンチョス。はい、おいしい。ハラミが、ハラミが肉厚なのと、どういう、ちょうどいい。俺、ハラミの油をなんか打ち消してくれそうなぐらい。オリーブでちょっと癖があったりする。うん、全然、はい、めっちゃおいしい。めっちゃおいしい、はい、おい。あとはもう、おいしい。ちょっとすぐこぼっちゃうから。うん、おいしい。
めっちゃうまい。めっちゃおいしい。生地がなんかおいしい、これ。柔らかくて。うん。そうそうそう。おいしい。なんか焼きましたって感じ。美味しいし、おしゃれだし、いいね、ここは。うん、なんとなくちょっと行ったけどね、京都駅から徒歩5分ぐらい、うんね、でちょっと水族館ね、あったり鉄道博物館というとか、あの終わった後でも行く前のランチとかもいいし、そうね、デート帰り、うん、あのデートのミュージアム行って、ね、ちょっといいとこあるから行こうみたいなっていう感じで、ね、隣も予約みたいな、そうそう、ね、あるし、綺麗、はい、ちょっと辛めの、これ何が入ってる？これちょっと辛いソースで、唐辛子とか入ってる。うん、かけすぎ？まあまあ、でももう辛いのってどれだけかけたらいいか分からんよね。そうし、多分動画見てくれたわけで、私激辛のペヤング食べれるぐらい辛いの好きだから、ね、全然余裕やと思う。どうぞ。うん、美味しい。全然辛くない。辛くない。うん。ちょっと風味っていうか、ちょっとスパイシーな香りがするちょっとピリッてするかなっていう感じで、全然あのピザの味も邪魔しないし、美味しい。うん。美味しい。美味しいもの食べるときが一番幸せだよね。そうね。忘れちゃうよね、うん、いろいろと今って大変なんだなっていうのね。そう、やっぱ食事だけはやっぱしっかりしたいなというか、ちゃんとしたいなっていうところあるね、こういう情勢だけど、うんうん、やっぱパン美味しい、パンじゃない、生地美味しいね、うん、というわけで、まあ、この軽い説明なんですけど、まあ、軽くねチーズがある中でこれなんですけど、まあ、カレーなのかなとかいろいろ僕も思ったんですけど、これミートソースなんですよね、こういう感じでね、で多分これチーズ入れすぎたらこのミートソースの味ってのがなくなっちゃうんで、こういう感じで程よい感じでやってんのかなと思うんですね。これ美味しいです、トマトの酸味とナスの控えめな感じが、美味しいかなと思います。はい。ラスト食べちゃう。うん。おいしい。はい、というわけで、ゆくりちゃんありがとうございます、今日は。こちらこそ、まあ、気をつけて帰ってください。余裕病で、あ、さっきタクシーで、あ、タクシーじゃない、ヘリコプターで帰ってまたヘリコプター呼ぶから大丈夫。あ、本当に、僕ちょっとこれから伏見稲荷行って上で寝るんで、頂上で寝るんで、あの、もしよかったら迎えに来てください。あ、OK ヘリで、はい、お願いします。お疲れ。はい、というわけでまた、はい、またね、またどうす。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。